彩り鮮やかはいやってまいりました河原職人のヒーローにインタビューの時間ですこの番組はさまざまな分野のゲストをお迎えし暮らしに役立つ情報を発信する番組です専門家しか知らない情報やツールノウハウを聞いていきますので少しでも生活に役立てていただければ幸いです また僕は本職は屋根職人ですので番組中、ただ下かむことなどありますがあの現場目線で役立つ情報を発信していきますので最後までお付き合いください。はい、えー、この番組は屋根,の屋根とし,しっくのことならシ主流ホームの株式会社シ主流ホームがお送りいたします。本日のパーソナリティはえ西島えりきがお送りいたします。はい今週もやってまいりました。<laughs> 早速かむっていう。 まあ、素人ですのでね、はい、バンバン噛んでいきたいと思います。はい、えー、今日もですね、素敵なゲストさんをあの紹介させていただければなと思っておりますので、一旦 CM の後にあのにゲストさん紹介していきますので、よろしくお願いします、はい、一旦 CM に入ります。 経営者の方聞いてください売上を伸ばすその秘密は日報にありました日報の正しい使い方を知れば3ヶ月で会社の業績が劇的に変わります日報で業績がアップするんです詳しくは平 2017.com まで平 2017.com はいルート390よりお知らせですついに宮古島のオリジナルブランドが完成 宮古島の国道390号線をモチーフにデザインした T シャツやパーカーベビー服など品ぞえ抜群シンプルなデザインだからおしゃれに着れる今すぐ「ルート390宮古島」で検索企業不動産交通事故の法律相談ならトンピ先生こと弁護士中曽根智弘へあなたの抱えている問題悩み事中曽根智弘にお聞かせください「すぐに弁護士に相談」が解決の鍵 沖縄弁護士会所属、トンピ先生こと、弁護士中洲智弘で検索。経営者の方、聞いてください。売上を伸ばす、その秘密は、日報にありました。日報の正しい使い方を知れば、3ヶ月で会社の業績が劇的に変わります。日報で、業績がアップするんです。詳しくは、平二千十七ドットコムまで。平二千十七ドットコム。はーい。ルート三九ゼロより、お知らせです。 ついに宮古島のオリジナルブランドが完成宮古島の国道390号線をモチーフにデザインした T シャツやパーカーベビー服など品ぞろえ抜群シンプルなデザインだからおしゃれに着れる今すぐ「ルート390宮古島」で検索企業不動産交通事故の法律相談ならトンキ先生こと弁護士中曽根智博へあなたの抱えている問題悩み事中曽根智博にお聞かせください すぐに弁護士に相談が解決の鍵。沖縄弁護士会所属、トンピ先生こと、弁護士中曽根知宏で検索。はい、瓦職人のヒーローにインタビューの時間です。はい、だんだん暑くなってきましたね。なんか <laughs> 寒くなったり、暑くなったり。<laughs> で、今日もですね。まあ、結構身内ネタっちゃ身内ネタなんですけど。あのー、うちの会社の方で。 そのソーラーパネルの事業を始めましてソーラーパネルと蓄電池ですねでこの間も24号の台風で結構停電とかあったじゃないですかでコンビニだとか老人ホームだとか結構停電問題とかが出てきてでますますちょっと需要が必要かなあるなみたいな感じでうちで始めてる事業なんですけどちょっとうちの担当者連れてきましたのでどれだけこう太陽光蓄電池っていうのが。 必要かっていうところとかをですね理解していただけたらなと思いますはい、えー、今日のゲストさんは、えー、田田津陽平さんにお越しいただいてますはいよろしくお願いしますよろしくお願いします多田,田さん、はい、<laughs> 大丈夫ですか今 <laughs> はい大丈夫です <laughs> 軽くですねその太陽光に関わってからのはい年数というか 年数計で,で、まあ、ざっくりした,したものでいいんですけれどもそうですね、太陽光関わったのは2011年の<あ>、えー、福島の震災があ<ー>来た年からですね、そ,すそれまではずっとリフォームの事業をやってたんですけれども、そこからあの太陽光パネルに需要があるというところで、はい、この太陽光発電の業界に飛び込んだとはい,はい,はいはいはい。今7年目になりますはいはい、はい。結構沖縄だとですねそのもう 一時はやっぱり太陽光バーッと伸びて、はい、でその後でもう多分お聞きの皆さんもそうですけど、はい、太陽光ってなんかこうもう,もう過去のものというか一時流行ったたよねみたいなな感じなんですよでもなんか、えー、最近蓄電池が出てきたりとか災害の防災の対策にもなれば単純にもその。 得なってくよみたいな話も含めてちょっとお聞きしていきたいなと思うんですけどそうですね太陽光今もう現時点で流行ってないとかそういうお話よく聞くんですけどあくまでもそれは産業用の収益を目的とした太陽光の話であってよく土地とかでバーッとあるようなだからお金儲けのための太陽光はもう終わりましたよというところですね増えすぎててしまっ あの収益を取ろうと思ってたその事業者さんたちはもう今撤退の傾向にあるというところでまあ住宅用に関してはもともとスタートした時点からそのお金が儲かりますよということではないのであのむしろ本当に太陽光のことを分かっている人たちは今が一番つける時だっていうところにはなってますね,ますねちょっとその辺の話をもう少し詳しくしていただけたらなと思うんです年 はい、にあの太陽光の買取価格が48円に上がりましたよっていうその背景があって今までは20円、はい、あのくらいの買取金額だったんですけれどもうんその2009年以前につけた太陽光の人たちも一気に1キロワット当たり48円で買い取ってもらえるという制度が走ったんですねで、えー、ここからさらに、えー、法律が変わって、まあ、だ,んだ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 ん売年高は下がってはきてるんですけれども、はい、まあその当時つけてた人たちは 1キロワットあたり48円で売電がで売がきるよとこれどういうことかというと太陽光をつける目的というのは、はい、国の方からの目的としては節電を促すために太陽光をつけてくださいとこれがフィットっていうフィットです、はい、フィードインタリフっていうその考え方なんですね。はい、これ あの太陽光で電気を自分のお家で作るから電気をたくさん使ってくださいねっていうことではなくて作った電気を高く買い取るからできるだけ家は節電をして電気を使わずにその分電気を売ることによって収入が上がりますよとだからあの価格差を設けて48円で買い取りますよっていう制度が走ってるとじゃあこれ裏を返すとその当時あったお客さんたちは どういうことになったかというとす,かすごく生活が不便になったんですね実は。ははと,い,とっていうのは太陽光をつけました、はい、でご夫婦でお子さんもいて住んでますとお財布を握ってるのは大体奥様だと太陽光をつけることによって家で電気を使うとうん、うん、せっかく家で使うと20円ぐらいの価値しかにならないのに売ってしまうと48円になるから。はい 家計をを握ってるる奥さんからすとと電気を使うなとせっかく太陽光がついたのに電気使わずに売る方に回してねとこまめに電気を消さないといけないとか少々暑いぐらいではエアコンをつけさせてもらえないとか <laughs> そんなですか、はい、ぐらいこう生活を締め付けられるっていう。はい あの状況にあったんですね。で、あのなぜ今がつけ時かっていう話なんですけど、はい、現在今価格が28円。でもう新年度単価に変わるので、1キロワットあたり沖縄電力管内は26円での買い取ってなります。これはあのお家で電気を使うために電力会社から買う単価ともうほぼ変わらなくなってきてるんですはい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 。 っていうことはどういうことかっていうと、はい、今までみたいに使い方いちいち気にしなくても家で使っても、うん、売っても,っても、ね、同じ経済効果なんでつけるなら絶対今の方が、はい、あが使い方をいちいち気にしなくても、はい、より楽に使えるようになったっていうのが本当のところなるほどどなるほど、まあ、昔の方が48円で高く売れてたから、はい、利益はちゃんと出てたいその代わり48円で売れてた時代は今の倍以上。 太陽光パネルのの価格も捨てたので結局は一緒なるほどなるほど,るほどあの。国の方も買い取り価格を下げるのであれば当然材料の調達価格が安くなってるからその分買い取り価格も下げますよっていう連動してるので結果的に言うと48円時代の人も今の28円時代の人も購入価格から考えると、はい、そんなに大いではないです,そう,なんですそうでですねねも昔はこう 流行っった時期てそう要はえっとねこれは販売する側のモラルの問題ですあ,あそうなんです、ね、要は48円で買い取ってもらえるよってなっても、はいあのー、結局のところそれにかかる設備費がキロワット単価、はい、その当時は60万とか70万で販売されてたので元が取れることなんていうのは絶対になかったんですよねああ48円でも48円でもええ<ー>なかったんですただこれを 産業用の20年の買い取りと一色だにごちゃ混ぜにして、はい、儲かるみたいなイメージがついたんで現実的にその時に高く買わされてるお客様であれば全然元が取れてないっていうふうになってるお客様もいますそうなんですね、はい、じゃあ良心的な業者にちゃんと当たれば、まあ、月々例えばなん、えー、ですが大体いくらぐらいだったんですかねそのソーラーパネル設置してまあ大体昔は1キロワット1 0 0万円って言われてたので3ット 標準装備でつけると大体300万円,300万円そこに対して3分の1の補助金が出てた時期があるので大体100万円の補助金が出て200万円ぐらいでえ設置ができてたとただその当時でいうと大体年間でいってもえ15万ないぐらいの。 あの収入なので10年間それを積み立てても150万ですよねだから10年間では当然元は取れてないですよっていう話なのでそもそもが太陽光発電は儲けるためにするものじゃないとっていう考え方があの本当の考え方なので儲かるかもっていうことで飛びついたお客様は多かったとそうういことなんですねそうですね でまあ両親的な人でまあトントンになってたかどうかぐらいな感じなんですけど、はいはい、月々のえ例えばその設置するお金をローン払いにして、はい、でそのローンよりもあの売電していけばちょっとよくなるかトントン,トントンぐらいでつけれますよっていうこともあのごくまれにはありましたただあのもっと分かりやすく言うと本当のところは月々2万円のローンですよと。はい、でもはいはい、はい 1万5000円は売電収入とか経済効果が出るんで5000円でつけれますよっていう2万円するものが月々5000円だったらよくないですかっていうのが本当の売り方で,すでも業者さんがいろいろほぼトントンですよとかっていう売り方をしてた時期もあるので今あの確かにちょっと発電量が。 そこまで到達しなかったりとかっていうことでトラブルもある反面あのきちんと理解して付けられてる方は、はい、あの十分経済効果,も効果も実感しながら利用されてると思いますなるほどですねそういう方だったらいいですよね15年支払い終わってしまえば、はい、単純に電気代が安くなっていくのであの電気に関しては電力会社から購入するのが当たり前だっていう意識がお客様の中で強いんですけれども。はい 別にこれ決まってるわけではなくてずっと洗脳されてきたっていうだけのお話ですただ電力の自由化が去年から始まって、ね、あのー、皆さん電気に対する意識が変わってきたので あのここでいつまでも電力会社から買うのが本当に得なのかっていうことはあの皆さん考えられだして最近導入数が個人宅でいうとあの自分の販売量を考えると特にその流行ってたと言われる2011年12年に比べると今の方が逆に件数は伸びてるっていう現状にありますあ,あとですねその再エネ付加金ですか、はいはい について、まあ多分ほとんど聞いたことない言葉の方が多いと思うんですけどそうですね、あのー、当初、太陽光発電促進賦課金っていう名前で、電気料金と別に、ですね電気料金の枠外に小さく載ってました。でこれ、どういうことかというと、1キロワット48円での買取、はい取り、電力会社に買い取り義務を国が課したんですけれども。あのー 冷静に考えると電力会社が平均的に売ってる昼間の単価ってまあ2 4 5円なんですね国からの命令だからって言って民間の一企業が48円で買わされた電気を24円で売らないといけないと事業として成り立たないですよねでここに対して皆さんはどう考えられてるかっていうとそこに何の疑問も持ってないっていう人が9割はい、はいまあ、持たないですよね 残りの1割の人はなんとなくそれ税金で賄ってるんじゃないのって思ってる方たちもいます<ー>でもこれ全くの,あの間違いです要はあのー、電力会社はあくまでも代わりに買い取ってるだけであって <laughs> その裏からいくらか補助金が出るんですね買い取りに対してでこの補助金の原資としてはどこから出てるかっていうと電力会社から電気を買ってる人は購入量に応じて均等に分配して払ってるんですね はいはいみんな知らず知らずのうちに毎月払っていますね。っていうことはどういうことかっていうと、今年度100億円分の電気を買い取りましたよと。うん、はいはいはい、はい、これを100億人の人が使ってる電気で割ったとしたら一人1円ずつ払ってくださいということなんです。はいはいはい、はい、要はあの結局のところ太陽光で発電した電気を買い取るお金を毎月使ったキロワット数に応じていくらか負担させられてるっていう。う だから本来であれば払わなくていいお金が太陽光とか水力、風力バイオマスっていうその再生可能エネルギーというものが登場したことによってそのお金を払ってるのは電力会社じゃなくて使ってる皆さんで払ってるんですよっていうことです。これがねあのすごい分かりやすいデータがありまして平成24年度からこの付加金の制度が始まったんですね、この当時はキロワット当たり0.22円でした。 ということは標準家庭1か月大体3 0 0アワーの使用量の方が多いので、はい、この方たちが負担してたのは月3 0 0ット使ってるお客様で月額66円だったんですね気にもならなかったんでまあ本当そうですよね誰も気にしてなかったんです、うん、でこれが24年の単価ですで今平成30年度今年度は2.9円です1キロワットあたり。<laughs> はい 月額66円で年792円の負担しかなかった人たちが同じ使用料を使って今月額870円年額で1万440円要は1万円年間で電気料金が上がってるっていう現実を誰も気づいてないまあ本当普通はなんか今日今月はちょっと電気使いすぎちゃったかなみたいな感覚ですもんね、うんはい。そうでですねでほぼ引き落としなので あのー、毎月の電気料金を把握されていいる方はほとんどいないです事前にあの月どれくらい使ってますかっていうことを聞いて、はい、大体1万円ぐらいかなっていうお客様のお宅に訪問して明細確認させてもらうと1万5千円だったとかそういうことが結構多いです。だから皆さん電気はあのー、全然 こう電気料金は把握されてる方が少ないと。はいはいはい。で、あの、特に今のこの付加金が上がったっていうことで。はい。月額千円ぐらい。上がってるんですけど、うん、ここに関しても、なぜか。これはあのー、日本人独特の考え方なんですけど。はは自分が使いすぎてるって勝手に思ってるんですね。うん月千円も電気代上がってるってびっくりですよね。そうなんです。これ年間で直すと本当に一万円以上なので、<laughs> は<い>はただこれは。 あのちょっとエアコン使いすぎたかなとか電気使いすぎたかなっていうふうに皆さん勘違いされてるんですねで年々電気製品省エネ化が進んでるんで電気製品が増えたとしても電気の使用量は下がっていってるはずなんです本当は,は,いはい、はい、なるほど,な,るほどなのに電気料金はずっと上がってるんですね毎年毎年上がって、ね、毎年毎年分からないようにじわ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 上がってて震災の時に1万円だったお客さんが今 <laughs>、はい、全く同じ使用量で1万4000円ぐらいになってるっていうデータも出てます でもそれはお客様自身は電気を使いいすすぎてるると思い込んでるんですんでそもそもがその手前の電気料金を特に気にしてないっていう <laughs> はい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 そういうことが現状ですなるほどですね。はい。本当はじゃあその電毎月払ってる電気代の明細を見たら絶対その中に再エネ負担金っていうのがいくらっていうのが入ってるってことですか、ねはい 項目で小さく入ってるので <laughs> そこの金額をじゃあ例えば7年前の明細と今年の明細、はい、使ってる使用料一緒なのに電気代が全然違うので再エネ賦課金のところを見ると一目瞭然ですなるほどですねじゃあ電気代が上がってるっていうかもう,そう単純に再エネ賦課金そのが上がってるっていうこともあります電気料金の単価は下がりましたよってアナウンスがよくあると思うんですけどはいはい、はい、そうですよね そういう裏で付加金とかがあるので燃料調整費等もあるので実際のところ単価が下がったよっていう時だけお金かけて宣伝するんですね電力会社ってああそしたらイメージとしてはなんか下がってってるような気がしますもんねんで,でもあの値上がりしますっていう時はあのお詫びみたいなのを送りつけて終わりと。

多分日本の中で有数の年収を誇るのが電力会社の社員さんだと,いうと。なるほどところで、ね、まあ働いてる方たちに罪はないんですけど、まあ国、まあ国営企業みたいなものなので,ではすごい利権に守られてたっていうのが実際のところですね。はい、は,いはいはいはい。だからすごいお米と似てるんですよ。お米ですか。はい、昔は勝手に農家の人から買ったら闇米っていう。はいうん これたったっ年ぐらいの話なんですよです決められたルートでしかお米って買えなかったんでネット通販で産地直送とかできなかったんですよねでもあのじゃあお米作ってる農家の方が、はい、あのスーパーマーケットでお米買いますかっていう話なんです、はい、じゃあ太陽光つけてる人が、はい、電力会社から電気買うのってすごいもったいないって感じるはずなんですよね自分のところで作れるのにでまあ電気に関してもあの 自家発電で自分の設備で作りましょうねっていうふうな形に今なってきてるというところでまあここに関しては個人の方が選択肢が広くてあの発電所設備に蓄電池っていうのは入ってないんですねであの膨大な設,設備の費用もかかりますしあのそれだけの,あの電気を貯めておく設備を作るだけの,あのスペースにも問題があるとであの電気っていうのは需給バランスに応じてその時に賢く 需給のバランスを整えて100使うんであれば100作るとほぼ誤差がないように作らないといけないっていう問題がありますただ個人のお客様に関しては自分の家の量だけ管理すればいいのでそこでこの蓄電池というものが登場して電力会社に依存しないようなお家作りができるようになったというのが今の現状、ねはい、なるほどですね,なるほどですねあとこの自分も忠洲さんにお会いして初めて知ったんですけど でんそもそも電気の,その料金形態っていうのもいろんなプランがあるんです、ね、そうです、あのー、皆さんはもう言われるがままのプランで、携帯みたいにすごい10種類以上電,力電気料金プランで電力会社によってはあるんですの今までの皆さんが使われている電気っていうのは、ほとんどが重量電灯っていうプランです。<laughs> えとね、重量電灯の は、えー、従うっていう字ですね。で量は量です。量に従って金額が決まるっていう電気料金プランです。で、これはあの不思議なことに普通はまとめ買いすると物って安くなるはずです。はい、あのお店でも交渉するときでも1個買うより10個買うから 1, 1つあたりの単価10円下げてよ。とかっていうお話ってよくあると思うんですけど、はいはい、普通そうですよね。この重量電灯のプランはなぜか使えば使うほど単価が上がっていくっい <laughs> でこの単価が上がるからくりとしては、はい、この電気料金プランの考え方は、うん、戦後このプランが走り出してから一切変わってないんですこの考え方が。うん、で昔そのテレビが一家に一台ない時代その頃からの電気料金プランと全く考え方が一緒なので、うん、要はその元々が3段階料金に今分かれてるんですけれども、はい、まあゼロから 10キロワットここが基本料金ですよ、はい、だから 1kW 使っても 7kW 使ってもかかる金額一緒ですよっていうところから 10kW から 120kW とか 120kW から 200kW とか 200kW 以上とかまあざっくり言うとこういうふうな分かれ方をしてるんですね。で使えば使うほど使っていく単価が上がっていって最終 300kW 以上の単価が一番高いと。 うんこれはどういう考え方かっていうと、はい、昔そんなに電気製品ってなかったので3段階目の料金に行く人っていうのはほぼいないっていう考え方だったんですここまでの段階に突入する人っていうのは資本主の方であってあの工場をされてたりとかたくさんの人を雇用してたりうそういうお金持ちの方が使うゾーンですよとだからお金持ちからはお金もらいましょうねっていう。 そういう考え方の電気料金プランがいまだに走ってるっていうで,でもみんなその当時は1 2 0ットしか使ってないかったけども今は普通3 0 0ットぐらいは使ってますよっていうう余裕で使ってます<ー>もう電気がないと生活ができない時代が来るっていうのはその当時は多分なかったんだと思います電気を使って便利な商品もあるよぐらいの話で、はい、ここまで電気に依存する社会になるとは誰も思ってなかったはずなんですよねででもももう今あのガスであっても 停電すると使えないんです。結局オール電化は嫌だとかっていう人たちがいるんですけど、ガス漏れを検知するために電気を使っているので、停電になったらガスも使えないんです。ですよね。沖縄もこの停電になって水道もアパート使えなくなります。ポンプが動かなくなるからっていう。だからすべては電気なんです。ねはいはいはい。でもインフラの中で止まって一番最初に復旧するのも電気なんですよ。ガスが一番最終なんです。なるほど。これはガス漏れって危ないので。 あの火災の恐れもあるので、はい、全てが整ってから全部検査をしてからじゃないとガスって復旧してこないので電気が戻ってお水が戻ってガスが最終復旧する復旧するっていうのが通常の流れです。なので,なで、ね、まあ、あのー、電気に関しては今この考え方が大きく変わってきて。 使った量に応じて単価が決まるのではなくて、使う時間帯によって単価が変わるっていうプランがあります。はいはいはい、でもほとんどの人は知らないと、えー、重量料金プランでしたっけそうです。の方に、ほとんどは入ってるって、ねうはいう。一番最初は重量電灯で契約されてしまうので、<laughs> であの皆さん引き落としなので、電力会社に行かないですよね。<laughs> いや本当そうですよね。行けばパンフレット置いてあります。 でも同じ300キロワットでも使い方によってはプラン変えるだけで料金が下がる人たちもいるんです、実際。でも電力会社はわざわざ教えてくれません。うんまあそ,そうですよね、はい、で検診員の方もいちいち検診するときにピンポン押してお客さんにこれ、プラン変えた方がいいですよって言う人はいません、検診するのが仕事なので。 で使ってる時間帯わからないんでねアナログメーターの場合は何時に何キロワット使ってるか知らないんで下、はい、がるかどうかなんか言えないんですよねでも携帯と一緒でプランの見直しに行ったらあの <laughs> 同じ使い方で料金下がる方もいるわけじゃないですか電気も本当は全く一緒のことが起こるっていうことなんですよなるほどですね是非。<laughs> ぜひ でその時間時間帯そうですねこの時間帯別転灯っていうのがざっくり言うと昼間の単価は高いですでも夜は安いですよっていうプランですでこれはどういうことかっていうと電力会社の発電所っていうのは24時間稼働してますで発電能力が100だったとしたらお昼間もし猛暑とかでエアコンを皆さんが使ったら100発電しかできないのに120電気を使ってしまうこのピークが昼間に寄ってくるんですね あの電気って暗い時に使うっていうイメージあるんですけど一番使われている時間帯はこのお仕事とかされてる経済活動が行われている昼間ですでも一定の発電能力がある発電所が昼間だけドンと上がるので昼間ここにピークを持ってこないといけないんで追加の発電をしないといけないで逆に言うと同じ発電能力があるのに夜になると夜中みんなが寝てしまった時は電気をあまり使わないと電力会社からしたら均等に使ってほしいんです。 そうですね、これが一番効率がいいんですね、人件費の兼ね合いとか、設備の負担も、ある程度、1日の発電量の予測が時間によって立てやすいっていうところもあるので、このピークを移してくださいと、ピークシフトっていう考え方が今、起こってます、その代わりそれに協力してくれた方は、電気料金、夜使ってくれる人は、夜の電気料金下げますよと、うんうん、なのでエコキュートっていう、あのお湯を沸かす機械は夜に動かすんです。はいはい、夜に沸かしといて 温める保温しといてその以外の時間帯は電気使わずに貯めたお湯をお昼間に使ったり夕方使うっていうその代わりあのエコキュートは電気たくさん使いますけどでも夜は単価その分そ、ね、半額以下に下げてくれてるのでお客さんの経済的負担も少なくなる電力会社からすると昼間に偏ってた電気の使用量をいくらか夜に持ってこれるとうんそうしたら電気を平均して発電すればいいんであの理にかなった 方法ではあるとなるとなほどほとんどの方がね今あの共働きであったりじゃあ,あのお子さんも大きくなってきたらお昼間学校に行ってて昼の電気っっててほぼ使ってないと思うんですね、うん、だったら昼間の単価を上げるプランにしておいても別に昼使わないんで何も影響しない、うん、で夜安いプランにしておけば夜は例えば半額だったら今までの倍電気を使ってもそうですよね料金一緒だっていうそういうことです。 1000円2000円下がる可能性もありますの、ね、時間帯別にして、はい、もう電気料金プラン変えるだけで下がる場合もあります <laughs> 知らないだけで損をするっていうのがうう本当ですねいやでも実際考えてみたらなんか昔よりどんどん上がってる気はしますよね,すね電気代って、はいはいはい、もう3000円4000円のそのもう1000人みたいな生活をしてる人はほぼいないですな <laughs> いです <laughs> なるほどですね、はい、ちょっと <laughs>、えー、だいたい半分ぐらい来てしまったので一度 CM 入ろうと思うんですけども、はい、また CM の後あと、のー、続きのお話聞いていきますので、はい、よろしくお願いします企業不動産交通事故の法律相談ならトンピ先生こと弁護士中曽根智博へあなたの抱えている問題悩み事中曽根智博にお聞かせください「すぐに弁護士に相談」が解決の鍵 沖縄弁護士会所属トンピ先生こと弁護士中曽智博で検索はーいルート390よりお知らせですついに宮古島のオリジナルブランドが完成宮古島の国道390号線をモチーフにデザインした T シャツやパーカーベビー服など品ぞろえ抜群シンプルなデザインだからおしゃれに着れる 今すぐルート宮古島で検索経由者の方聞いてください売上を伸ばすその秘密は日報にありました日報の正しい使い方を知れば3か月で会社の業績が劇的に変わります日報で業績がアップするんです詳しくは平 2017.com まで平 2017.com 企業不動産交通事故の法律相談ならトンピ先生こと弁護士中曽根殿拓へ。 あなたの抱えている問題悩み事、中曽根智弘にお聞かせください。すぐに弁護士に相談が解決の鍵。沖縄弁護士会所属トンピ先生こと弁護士中曽根智弘で検索。はーい。ルート三九ゼロよりお知らせです。ついに宮古島のオリジナルブランドが完成。宮古島の国道三百九十号線をモチーフにデザインした T シャツやパーカー、ベビー服など品揃え抜群。シンプルなデザインだから。 おしゃれに着れる。今すぐルート三九ゼロ宮古島で検索。経営者の方聞いてください。売上を伸ばすその秘密は日報にありました。日報の正しい使い方を知れば三ヶ月で劇的に変わります。日報で業績がアップするんです。詳しくは平イラ二千十七ドットコムまで。平イラ二千十七ドットコム。はい、やってまいりました。河原職員のヒーローにインタビューの時間です。 はい前半戦いろいろ知らない話ばっかりだったと思うんですけど <laughs> まあ本当そうですよね電気料金にプランがあるってことすら知らなかったですし何というか <laughs> 知らないだけで損をしてたなっていう再エネ費とかも太陽光とかその再生可能エネルギーが伸びるのはいいことだとは思うんですけど実は知らず知らずのうちに皆さんの電気料金に負担かけてたみたいな話。 午前,中あ前半の方にしていただいたと思うんですけどもちょっと後半の方はなんかそのなぜそれで蓄電池が必要なのかとかですねあとその、はい、いわゆる業界ではある2019年問題っていうのをちょっと誰でも分かるような感じでそうですねあの、はい、まず2019年問題から、はい、これ最近すごくあの新聞等もにぎわしてるんですけれども、はい、2019年問題っていうのは この太陽光の買い取り価格が48円に上がったタイミングっていうのが年の11月なんですねちょうどその方たちが10年間の買い取り期間が終了するというのが2019年の11月です、はい、それまではもうずっと48円で売店できてたのがそ,ですそこがなんと今年発表されたのは新規の買い取ってくれる会社と契約しなければ0円で買い取りますよという。<laughs> もう詐欺みたいな話でですよね48円で売ってたのにもうこれからはロ円ですよ。ロ円ですよと。でこれはなぜかっていうとその10年を経過したお客様の部分は外れるんですねその対象から。要はそこのお金を皆さん負担しなくてもいいようになるんですよ付課金で。ということは電力会社はわざわざ48円で買い取るいわれがなくなると。48円で買い取って25円で売るなんていうバカなことをあ<ー>あの民間の企業がするわけがないので。 当初10年って決まってて一番最初の見通しでは大体半額ぐらいで買い取ってくれるでしょうねと、はい、あくまで見通しなんですね見通しで24円ぐらいになるでしょうねっていうことは有識者会議でも発表されてます、はい、なので決まってはないんですよここが肝ですそういう見通しでしょうねとただ毎年この経済状況とか社会情勢に合わせて見直していかないといけないのでまたその時になったら発表しますねっていう。 すごい曖昧な要はそれを信じてまあ大体ローンって15年で組むじゃないですか、はい、太陽光に関しては、はい、だからその当時2009年にこう営業してた、はい、あのソラパネルの営業されてた方っていうのも、はい、ま,あまさか10年まではもちろん48円で買い取ってもらいますけど、はい、その後もまあ大体半額ぐらいでは買い取ってもらえるだろうと思っていたらそうですそれがなんと0円になると。<laughs> で今買い取りますよっていう会社さんが出てきました。はい、あの電力が自由化したからってことですね。はい、はいはいはい、はい、でそこの価格が7円と,っとってます <laughs> びっくりですね。はい。なのでこれ単純に計算するとですね、48円だった人っていうのが、はい、まあ月少なく見積もってですね、はい、えー。月間の経済効果が、はい。はい、例えば4キロワット はい、の太陽光をつけられてるお客様、4キロワットですね。まあ一般的な家庭いうことですね。はい、ね、はい。で、ええー、1ヶ月あたりだいたい300キロ程度の発電をしていると思います。はいはい、まあ条件が良ければですね。はい、じゃあこの300キロワットを全部売れてたとしたら、はい。48円なので14,400円ありましたよと。はいうん、毎月その分あの売ったお金で入って,て入ってきましたよと。ただこの人たちが同じ300キロワットを 今後十一年目に売ろうと思ったら、月二千百円ですよと。<laughs> で、ローンは残ってるんで、ローンはだいたい一万円ぐらい払うので。そうですローンはまあ、だいたい一万、同じぐらい一万四五千円で設定してるはずなので。今までは一万五千円入ってきて、一万五千円払ってたかもしれない。でも、なぜか古くなった機械に対して。一万五千円入ってこずに、二千円入ってきて、一万五千円払わないといけないってなるので。残り五年間、突然一万三千円ぐらいの負担を強いられるっていう。 ことになります。これが2019年問題ですはい、はい。これ。クレームとか来てないんですかね。いや、あのー。知ってる人が少ないみたいな感じです。クレームを言っていく先がない。ああ<ー>。です。あのー、仕方がないことなんですはいはい、はい。要はメーカーに言っても。有識社会議でも、国でも一応こうなる。じゃないかないと言われていて。しかも、また当時、政権も。はい。 民主党政権がこの政策の肝としてこれ打ち出しましたけどまた自民党に代わって再エネの動きは若干鈍ったのでなるほどですねまあいろんな原発の問題とかそういうこともありますので。 でまあ、この再エネ付課金のところも問題が、はい、あのどんどん太陽光が増えていくと住民税とかと全く同じ考え方です、はい、前年度の買い取り合計額に応じて次年度単価を決めるんですね 1kW 当、はい、たりに何円乗せるかっていうのをだからこれ太陽光どん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 買い取りをやめないで増やしていってしまうと誰が損もするかっていうと <laughs> まだ太陽光をつけてる人は払ってますけど。 まあ例えば月1,000、ね、円払って2万円もらってる人もいるんで大丈夫ですけど賃貸のアパートとかマンションに住まれてる方って自分で太陽光なんかつけることはできないので払いっぱなしになるんですね。でどん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 負担額が上がっていくとこのまま買取を続けられるとあの電線の中に走ってる流れてる電気は。 発電所で発電した電気も太陽光で発電した電気も全部が混ざってるのでどの電気を使ってるかなんていうのは選べないんですねはいはいはい,はい,はいなので一律電気を使用してる方たちで均等に使用量に応じて割りましょうねっていうそういう制度なのでこの付課金がどん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 上がることに対してやっぱりクレームが出ますこれ大企業とかがやってる10メガとか20メガとかっていう太陽光の買い取りも全部対象になってるので。 なのでなるほど申し込みがこれ以上接続受け入れられませんよとかあの条件が良すぎるんじゃないかとこれできる人だけ得してできない人が損するおかしくないかっていう話がどん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 ,どん、あのーまあ、炎上して毎年毎年単価が下がってるという。あまあ、要はもう戸建てでちゃんと自分で家持ってる人は、はい、まあ選択肢の中に太陽光つければ、はい、その負担金っていうのは、まあはい、チャラにできるけども。はいはい もそのどうしようもない戸建ての家持ってないとかレンタルの人に関してはもうただただ負債とか払いが増えていくっていうことだったんです使用料どれだけ頑張って節電してください節電してくださいって電力会社から言われてみんなねあの主婦の方がコンセント抜くとかすごい涙ぐましい努力をして月何キロワットって削減しても。 裏で付加金が上がっているので削減しても削減しても全然違うところでお金がオンされてきて結局下がらないんですね電気料金、はい。なるほどですね。でもあ上がり方も結構すごいスピードで上がりますね。でもコンセントの向こうが何をしようが今の電気製品って賢いので実はあんなことしても月100円も下がらないんですね。へー、はい。もう電力そもほぼゼロに近いんあ,そもそもあなるほどなるほど。 冷蔵庫は抜けないですよね。抜いたら、あの中のもの。割ってしまいます,そす、ね。そうですね。なので、まあ、あの。実際、今、自家設をつけれる人、自家発電設備をつけられるお家は。逆につけないと。うん、あの、損してるっていう。背景もあります。はいはいはい、なんで、その選択肢、あの、やらないのっていう、ね。そうですね。あの、本当に、これから必要になってくる中で。皆さん、あの。お金を使う場所。はい。 っていうのをよくよく考えないと戸建てを買ったっていうことは少なからずお金を払うううこととにに対ししてて自分の財産にしたいっていっ考え方があると思うんですね一生賃貸が得なのか戸建てを買った方が得なのかっていう議論は別にあったとしてもお家を買ったっていうことは結局払ってることに対して最終的に土地が残るお家が残るっていうことをあの目標において買ってるんだと思います。なのに 自分で作れるはずの電気は電力会社から何の疑問も持たずに買い続けてるっていうことが現状ですははははいはいはい、はい、ね、じゃあ賃貸で良かったんじゃないのっていう話なんです <laughs> あのこちらの意見とするとはいはいはいなるほどですねで家を建てられた時に電気メーターって別につけようかつけ,つけないでおこうかって悩んだことないと思うんですけど別につけないといけないなんていう法律どこにもないですよねはははいはい、はいそうですよね 電力会社と絶対契約しないといけないなんていう法律はないですよね。山の中で自給自足の生活してる人たちもいます、電気もガスも引いてない人って存在します、はい、日本に。でもそれでも賄えれば大丈夫なんですよ、生活に困らなければ。はい、で、今はあの電気メーターをつけたら、無条件で今は沖縄電力と契約すると思います、電力会社を選ばなければ。はい でこれって電気がないと生活できないので当然テレビもあればエアコンもあるいろんなあの照明もあれば電気がないと生活できないので電気メーターをつけてるだけの話であってそこって本当に電力会社から買う一択しか選択肢がないのっていう話なんですよ。であのここからね太陽光蓄電池っていうその。 お話になっていくんですけどもうすでにね太陽光だけつけてもあまり意味がないよねっていうところが本当の話ですちょっとそこも詳しく太陽光っていうのは災害時にほぼ役に立たないま,、ね、<laughs> まあ今回の台風が本当に正そうですよね <laughs>、はい、あのー、大きな台風とか雨が降ってる時って曇ってますよねそもそも <laughs> 太陽光って明るい時しか発電してないんです、ね、はい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 、はい っていうことは、その時ってほとんど発電してないんですね。じゃあ、災害時に強いかっていうと、強くないです。はあはあ、しかも、あのー、電気を使えなくて困るのは、いつですかっていう話です。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい。夜です。うん。 まあ冷蔵庫とかはお昼も使えないと困りますけど,ど単純に考えて夜困るんです、はい、夜太陽出てないです、はい、だから太陽光動かないです <laughs> 本当ですね何の災害対策にもなってないんです,、ね、そうですだから売電単価が下がった今、うん、売るっていう目的以外でつける理由がどこにあるのと太陽光だけ買う理由がどこにあるんですかっていう話ですその少しでも儲けになるのであれば つけてておいてもいいいもと思うんんですねねろな今やっぱり景気も悪くて物、はい、も,も高くていろんなものをこうみんな我慢しながら生活してる中でお金の負担を出してまでつけるものでは僕はないと思ってますそんな設備つけるぐらいだったら電力会社から買っとけばいいと、うん、設備の負担なんかしなくて災害時のためにつけるっていうのも大きな間違いです今回で証明されてます、ね、<laughs> 何も使えない <laughs> <laughs> 本当そうですよね 本当にそうですよ沖縄でも大きい、まあ、名前はちょっと伏せますけど野菜売ってるマーケットさんとかでおいっぱいソーラーつけてるんですよ。はい、もう見事に停電して全部野菜はす、ね、腐りましたからもうそれが現状なんですね。はい、で実際のところはじゃあどうしようかってなった時に皆さんよく勘違いされてる誤解されてるのが太陽光つけてたら停電の時電気使えるって聞いたよってこれは確かに使えるんです。うん 昼間であればでもそれはね、太陽光のパワーコンディショナーっていう機械がありますこれが太陽光の脳みそです要は太陽光で発電した電気が直流です <laughs> これを家で使うときには交流に変えないといけないこれを変換する機械がパワーコンディショナーっていう機械ですここにコンセントがついてて自立運転っていうモードに切り替えると <laughs> 1500ワットまでは使えます 1 5 0 0トっていうのはドライヤーつけたら一瞬で飛びます <laughs> <laughs> なるほどはいそれぐらいの電気使用量ですまあただ停電の時にねわざわざ髪乾かす人いないと思うんでまああのー、テレビつないだりとかラジオつないだり 携帯の充電つないだりぐらいの使い方はできます。ただこれって大体お風呂場についてるか家の外についてるんですね。じゃあその停電になった時に延長コード持って走ってつないで <laughs> しかも太陽光っていうのはかなり不安定な電源なので例えば太陽に雲がかかりましたよって雲って発電量がぐんと落ちたら、はい、そのたんびに電気製品が落ちたり上がったりで壊れるんですね製品が。 あの太陽光だけつけてても災害時には何の役にも立てないですよとはいはい、はい、そこで登場するのが蓄電,池蓄電池ですね <laughs>、はいで。蓄電池っていうのは正直電気を貯めれるので、はい、今現状ねあの42円とか48円、まあ、38円とかで売れてるお客様はまだあの家で電気を貯めて使わなくても売ってる方が得なんですよね。うん、ただあのそういう人たちも蓄電池の導入がものすごい増えてます。ははははいはいはい、はい、はい あのー、なぜかっていうと蓄電池っていうのはもっと賢い使い方が今現状でもできるんですね。なるほどなるほど。電気を先ほどお伝えしたような電気料金プランに変えて深夜電力が安く買えるっていう電気料金プランに変えたとします。はい。そうなると蓄電池に電気を夜中貯めればいいんです。なるほどなるほど。夜中貯めた電気を昼使えばいいんですよね。うんうん、例えば深夜11円で買った電気を昼28円の時間帯に使えば。 17円得になるっていう計算ですははははい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 、はい、これが電気をを貯めるるる機械を持ってる人の強みでですすなるほどで,す、ね、で普段はそういう使い方をしてて例えば停電になった時は当然電気が溜まってるのでその中から電気を放電することができますよとだから災害時も冷蔵庫ならまあ丸1日使えますよとか大体8キロぐらいの蓄電池でそういう生活がかなうので日本でいうと1年間にそんなに停電ないです、はい で仮に例えば1日以上停電になるような場合はもう避難してるはずです絶対 <laughs> まあそうですよねはいなのでこれからの時代は太陽光で発電した電気を売るのではなくて、はい、あの蓄電池もセットで導入しましょうとう太陽光で作った電気を、えー、おうちで使って 余った分は蓄電池に貯めますお昼間は太陽光の電気で賄えるだけの容量を載せておいて、はい、次に貯まった蓄電池の中の電気を夕方夜に使います <laughs> そうなると購入電力量を限りなくゼロに近づけることがででできるるんすすねねなるほどです、ね、でこれをすることによってどういうことかっていうと同じ 300kW をお家で作った電気で使った場合と電力会社から買った場合全く同じ単価だったとしても。 再エネ付加金だけはかからない <laughs> 電力会社から買った量に応じて2.8円払ってくださいと自分の家で作った電気に対してはそのお金払わなくていいんで、うん、その分だけはプラスになりますなので今後の考え方としてはあの当然電気を作る機械っていうのはあの自分のお家で持ってるで電気を貯める機械も自分のお家で持ってれば 大きく天候が崩れない限りは、はい、作って貯めてそれを上手に使うっていうあのコントローラーもつけて上手に使うっていうことをしていけば電力会社が非常用電源だっていう考え方に変わるっていうことなんですね、うん、で逆転なるですねそうですお家で作った分が万が一足りなかった場合のみ電力会社とつながっておけば足りなかった分だけ自動で供給してくれますよねと基本的にはお家で賄いましょうねっていうそういう考え方です なるほどですね。しかもあれですよね。もうその2000 19年問題、はい、10年間はもうちゃんと高い値段で払ってあの変えてたけども、はい、そのこの5年間っていうことに関しても蓄電池が有効っていうことですね。はい、そうですねだから、あの急に強制的に0円と7円で買い取られる方が。<laughs> <laughs> 売ってしまえば7円の価値にしかならないけれども家で貯めて使えば28円の時間に使えば28円の価値になるっていうことですだから絶対に蓄電池は必要になってきますしあの電力会社とかあのエネルギーの需給バランスを整えるためにもある程度の電気を貯めておくと皆さんが一軒一軒に電気を貯めておくっていうことが災害時にもすごい強い,強いことになるっていうことになります,なる,ほどですなるほどですねなるほどですねでもいいですよねもう 自分で電気は自給自足していっていざっいところには災害対策にもなるしこの料金的なところっていうのもどうなんですかその30年間持ち立てて30年間は絶対電気払います電気代払います使ってる以上は皆さん太陽光蓄電池買うときにローンは嫌だっていう方たちいますけど光熱費は死ぬまで払うローンですこれなななくらいはずでですも 太陽光の設備例えば400万で買いました蓄電池セットで400万買い切りですでメンテナンス費用が途中でかかったとしても太陽光30年ぐらいはもう動いてる実績があるのであの30年間でプラス100万かかったとしても500万途中で1回買い替えたとしても周辺機械でこの500万で考えるとじゃあ1万5千円月使ってる方は、えー、年間18万です、うん、30年間で540万です電気料金が今のままだったらの話です 年々上がっていってますんで600万700万かかるはずです電気料金でもそれをメンテナンス費用まで入れて500万で先に買い切ってるかどうかどっちが得かってなると電力会社のお金払い続けても自分のものにはならないです設備がでもそれなら自分の家の設備に投資してれば最終的に自分のものになりますじゃあ戸建てを買ってる人は ななぜこのの設備を買わないいっていう家を買ったっていうことは家賃払いたくないからでしょ <laughs> じゃあなぜ自家発電設備買わないの <laughs> い自分のものにならないものでいつまでお金払い続けるのっていうのが本当のところですもそうですよね大きく単純にソーラーパネルと蓄電池と,、えー、とその操作するコントロールしてくる機械とか含めて、はい、まあ400万で高かと思いますけど。はい それをその電気代とかあの、はい、いろいろ結局払わなきゃいけないお金直すとす、はい、一緒なんです払う場所をどっちに払いますかっていうことだけなんで損もしてないし、はい、あのずっとレンタカーにお金払うのか自分で車買うのかってそういうだけの違いなのでそろそろ皆さん気づかれてる方も多いとい。 そういういことですねううですで15年経ってしまえばもう完全にその何んですか払いも終わって、はいはい、その何んですか電気もどれだけ使っても自給自足できるっていう感じですもんね。はい、なるほどですね。結構仕組みがややこしいところはあるんですけど結構これ理解された方っていうのはまず買いますよね。<laughs> いくらで買えば自分たちは収支が合うかっていうことが皆さん分かってるので。昔と違ってやってやぱりね <laughs> 新しいいもののに飛びつくのは怖いんですみんなあ、まあ、でもこれだけインターネットが普及して皆さん自分の発電量とかインターネットで公開されてます。ていうことはどれだけ業者さんが嘘をついても、うん、答えがもう出てるので調べたら分かることなんです。調べた結果あの時やってたらよかったっていう人がすごく多いです今。補助金出てる間にやってたらよかったとか。でも今も今機械代下がってるから 補助金出てない分機械代が下がってるから今やっても遅くないよねっていう人たちがものすごく多くてこれから消費税増税になる前の駆け込みっていうのがうちもあの僕が以前まで担当してた会社でいうと半年待ちの状態ですお客様、はい。半年待ちですかはあ、い、税金上がるのが来年の10月ですねはいはいはい、はいはい、上がるまでになんとか取り付けたい単価が変わるまでに取り付けたいという方たちも多くて今あのー 太陽光の業界ってね倒産してる会社がものすごく多かったそうですよねそうですよね形なんですけどほとんど産業用をやってた会社ですああそういうことなんですね戸建、はい、てをやってる会社さんはまだ元気なところが多くて<ー>逆に言うとお客様も自分たちで考えてつけた方が得だっていうふうに、はい、るなるほど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 なるてどるはい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 ,い全然沖縄のイメージであるその太陽光って昔流行ったよねっていうのは全然 的、ね、外れというか昔流行った太陽光とは今は違うよねはいはいはい、はい、仕組みも違うし、はい、ものも違うしういう今つけたとしても全然得もあるし、うん、そうですっていうことですよね、はいはい、しかも防災対策にもなってるっそうですやっぱりあの停電の時に電気が使えるっていうのはうあのすごくありがたいことはい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 かりましたまあ本当にあにうちの会社で初めて間もない事業ではあるんですけど いきなり400万とかなるとすごい金額だなって思いますけどこれをローンに分割してその中であの太陽光を蓄電池つけることで再エネ費がかからないとかあの深夜電力の安い時に蓄電してあの高い時に使っていくこの差額だとかいろんなものをこう駆使したら実際はいくら月々の払いはこれですよっていうのを見たら。 おそらく、もう一律には言えないことではあるんですけど、結構、得しかないなっていう感じなのであの、ちょっと言っていただければ、うちの方でもシミュレーションちゃんと出して、実際はこのぐらいになりますよっていうのができますので、ぜひぜひ、興味持った方は、ご連絡もらえればなと思います。はい。最後になんかその <laughs>、太陽光とかですね、その、 リフォーム関係も含めてですけどこの業界に興味を持った経緯みたいなのかなんか思いみたいなのがあれば世界平和です前澤さんと一緒ですそうですね太陽光はね副産物もあって家涼しくなりますので直接瓦が焼けないのでああなるほどですね ものすすごい激減されま一番火が当たる南面につけるのが一番いいってされてるので横パデルのワンクッション置いてしまうので、はいろんなこう効果があって普通普段やってたあの塗装とかラ、はい、の,あの修理とかにプラスアルファしてすごいいい効果もあるので、はい、また横の業界にはすごい興味を持ってはい。できたっていうのがここまででやってる経緯ですはいはい、はい、い本当に知らないだけで損してることってたくさんあるなと思いましたし。 <laughs> しかも、そのなんていうんですか沖縄だったらつけると涼しくなるだったら余計いいですもんね <laughs>、うん。はいなのでまたあのこの番組でもどんどん知らない情報役立つ情報っていうのを現場目線でお伝えしていきますのでもうあっという間でしたね、なんか1時間話してますけどす、ね、<laughs> 西島さん噛むっぱなしでしたね <laughs> そういう番組なんですよ <laughs>。<laughs> <laughs> むのがこう 言 <laughs> い訳ですけどね全然上手くならない <laughs> まあそういう形ですのでまた来週もあのー、素晴らしいゲストさんをお迎えしますのでお付き合いいただけたらなと思いますはい、えー、この放送は、えー、株式会社シュレーホームがお送りいたしましたはい河原職員のヒンタルにインタビューでした